驚異のスピードで建造されている最上型護衛艦。5番艦の矢、萩が浸水しました。今回は、このもが、三方の現状を詳しく見ていきますね。5番艦までが浸水し、最上、熊野が就役しています。6番艦、7番艦が、現在建造中です。驚異のスピードだよ。2022年現在、海上自衛隊の水上戦闘艦といえば、最新鋭の艦首がもが三方護衛艦であるが、4月に1番艦、もがみ、3月に2番艦、熊野が、工事スケジュールの都合上で、順番は前後したものの、就役を果たしている。このもが三方は、海上自衛隊では、FFM、多機能護衛艦というこれまでになかった新たな艦首記号が与えられているが、海外の艦艇と比べた場合に、本艦は一般的にはフリゲートに分類される規模の水上戦闘艦である。通常の近年の海軍艦艇の種別で見れば、駆逐艦、フリゲート、コルベットという並びで、排水量をはじめとして艦隊の規模が小型になる傾向が強く、海上自衛隊では、フリゲートクラスの艦艇は、実に、ここ50年ほどは存在していなかった。も、が、三方護衛艦は、そうした艦隊の規模や、従来まで、ハモット小型の掃海艇が担っていた、機雷の敷設、除去といった機能も合わせ持つため、就役済みの、も、がみや、熊野、は、掃海隊群への配属が行われていることも特徴に挙げられる。さらに、今年2022年6月に、ハモが、三方護衛艦として、6番艦にあたる、矢作も無事浸水を終えており、中国軍の圧力が増す一方の南西諸島方面の防衛に向けて、しばらくは、おおむね、1年に2隻ずつ、のペースで就役が予定されている。も、が、三方護衛艦の6番艦、矢作は、今後偽装作業等を進めて、来年2023年末の12月に、就役を行う予定となっており、同艦首としては、今のところ全22隻が建造される見込みであり、その運用期間も、約40年が想定されている。6番艦の、矢作を含めもが三方護衛艦は、三菱重工業者の中崎造船所を中心として建造されているが、一部を受け負っていた三井 &S ホールディングス社の同事業は譲渡され、三菱重工マリタイムシステムズ社となった。このためもが、三方護衛艦の建造は、別会社、法人とはいえ、三菱重工業者本体と、その子会社で行われる事業となっており、需要がゼロになることは、ない業界とはいえ、企業として、比重を上げ続けることが、困難な分野であることを忍ばせている。ちょうど、今現在は、ロシアが、ウクライナに、侵攻を行った影響から、旧東欧諸国の軍備の増強が加速しており、ことに、ポーランドは、韓国から、多数の KQ 自走砲をはじめとする、陸戦装備の調達を発表すると、新たな動きが見受けられる。これをはために見て、日本も、兵器輸出に足かせがなければと、戦後の日本の足跡を踏まえても羨むかのような意見も出てきてはいるが、何の輸出実績もない国の兵器を対調達しようという、奇特な国など、存在しようはずもない。まがいなりにも、韓国は、最大の脅威である北朝鮮と、未だ休戦協定を結んでいるだけで、朝鮮戦争の後も、小競り合いで戦闘に及んだ過去があり、KQ 自走砲も、そうした実戦での稼働を経た兵器との見方をされている状況だ。そして、KQ 自走砲は、西側諸国で、標準の155ミリ砲と使用する
砲弾の互換性も高く、すでにこれらを運用中の軍にとっては、費用対効果を含めた精度、性能の観点からも評価をされていること。これを抜きにしては、そのセールス上の成功は語れない。日本も、かつてのいわゆる武器輸出三原則を、2014年に防衛装備移転三原則へと改め、各種の兵器をこれまでよりも輸出し、安くハードルを下げたかのように言われた時期もあったが、やはり実戦経験のない兵器の採用先は見当たらないようだ。こうした傾向は今後も変わる方向に向かうとは到底思えず、個人的には可能性が少しでもあるとすれば、イギリスとの共同開発に舵を切った F2 戦闘機を代替する予定の次世代戦闘機くらいではないかとしか感じられない。それは、あくまでも、日本製の兵器の質が低いということを意味するものではないが、少なからぬ予算を投じて行われる兵器調達の場において、開発国が実戦経験を積んだ軍隊を持つか否かは、重要な決定要因の一つだと思えるゆえだ。さてもが、身型護衛艦から、幾分話が逸れてしまったが、同艦は、基準排水量が3900トン。満載排水量が5500トン、全長が 133.0m、全幅 16.3m、深さが 9.0m の艦体を持ち、回転翼の哨戒機1機を搭載可能である。機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせたコダグ方式が採用されており、前者はドイツの満車製のものを2機、後者はイギリスのロールス・ロイス社製のものを1機搭載、プロペラは2軸で、最大で7万馬力、30ノットの速力を発揮する。が、身型護衛艦の建造の構想が始められた際には、最大速力で40ノット超過を目指す案もあったとされるが、こうした性能を実現しようとすれば、国際的な遠隔地への派遣任務等で、必要となる低燃費との両立が困難とされ断念された模様だ。現在の機関構成においては、ドイツの満車製のディーゼルエンジン2機が、低速時の推進を担い、ロールス・ロイス社製のガスタービンエンジン1機が、緊急時や高速航行が必要な際に使用されるという分担となっている。が身型護衛艦で特筆すべき特徴の一つに、消費と化を推進したことが挙げられ、乗組員数の定数は90名とされており、これはもが身型が代替する予定のアブクマ型護衛艦の120名と比して、約 25% の削減が図れていることになる。が身型護衛艦は、62口径の MK5、5インチ単装砲1機を主砲として搭載、この艦砲は、対艦砲撃、対空砲撃の両方に使用可能であり、その射撃時の統制は、多用途に対応するレーダーであるTOPY2によって行われる。専用の対空兵装としては、アメリカ海軍では、RIM-116 と呼ばれている近接防空ミサイルのシーラ、ムを1機搭載しており、これは、最大射程はおよそ 10km ほどであり、固艦防空用の用途でもが、身型護衛艦では使用されているとめされる。また、追艦兵装としては、国産の17式艦対艦誘導弾 SSM-2 も搭載されており、こちらは4連装で計2機のため、最大で8発を備えている形で、最大射程距離は、およそ 200km 強とみられ、陸上自衛隊の12式地対艦誘導弾を艦載用に改めたものだ。これらに加えてもが身型護衛艦では、最大で16セルのマーク、41VLS、垂直発射艦を装備する設計となっているが、ここから運用されるミサイルの選定と合わせて、建造時点では搭載されておらず、今後の改修で実装される見込みである。現時点でハモが身型がマーク、41VLS、
垂直発射艦を装備した場合の兵装は、国産のマルナ、なしき垂直発射魚雷投射ロケット弾のみが確定しているため、用途としては、敵潜水艦への攻撃だけであるが、対艦、対地両用に使用可能なミサイルが、今後は望まれるだろう。また、追戦兵兵装としては、324mm で、三連装のマーク、32型単魚雷発射艦モモが、身型は搭載しており、マーク、41VLS、垂直発射艦が、後日の実装となっている状態でも、一応の対潜戦闘任務への対応も可能な状態にあると言ってよい。も、が、身型護衛艦が、海上自衛隊の艦艇として、新たな艦首記号である FFM を付与されたのには、これまで、もっと小型の掃海艇が担ってきた、機雷の敷設と除去という、能力を備える艦艇であることが、その最大の理由であると考えられる。対機雷戦闘を行うためにもが、身型護衛艦には、専用のソナーシステムである OQ-91 が搭載されているほか、機雷を探知、発見するための水中用の無人機と、機雷を除去するための水上用の無人機の両者を運用する能力を備えている。これは、現在、喫緊の課題とされている、南西諸島の島嶼部の防衛に向けて、今後想定される機雷による、海上封鎖を防ぐ意図が大きく、太平洋戦争で、連合軍による海上封鎖で苦戦を強いられた過去をも、彷彿とさせるものだろう。